んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、電話で話すときに緊張するのをやめるです。電話で話すときに緊張してどもってしまう人たちがいますよね。あなたは大丈夫ですか？もしあなたの部下の中にこういう人がいたら、この動画を見せてあげてくださいね。なぜ緊張するかというと、電話の向こうの相手が何か自分に嫌なことを思うのではないか。例えば、この人はちゃんとよく知らないわねとか、何この人の話し方とか、ちゃんと敬語ができてないわねとか、いろんなことを思って自分を否定するのではないかと恐れるからと思ってしまうんですね。でも本当に相手はそう思ってるんでしょうか？それは自分の勝手な空想なんです。ですから本当は大丈夫なんですよね。でも心の中の子供の自分はそれを怖いと思ってるんです。というのは、子供の頃に自分が喋ったことで何か否定されたと感じた体験があるんですね。そうするとそれが思い出されて、自動的に電話を受けるのが怖いというふうになります。でもこれはちゃんと誘導瞑想を聞き続けると治りますので、安心しましょう。ではいつものように6歳の自分をイメージして、そこへ大人の自分がやってきたと思って聞いていてくださいね。では目を閉じましょう。あなたは人と話そうとすると緊張するんだね。なんだか急に怖くなって舌が回らなくなってしまうよね。そしてそれがまた恥ずかしくて、何とかしようと思うとさらに舌が回らなくなってどもってしまうんだよね。かわいそうにね。大人の自分はあなたを助けに来たよ。大人の自分がそばにいるからリラックスしていいんだよ。深呼吸してごらん。あなたは誰かと話すとき、自分がバカにされるんじゃないかっていつも恐れているよね。ちゃんと答えられないんじゃないかって恐れているね。喋り方が下手だとか、何も分かっていないとか言われるんじゃないかって思うから話せなくなってしまうんだよね。大丈夫なんだよ。あなたはちゃんとできるから大丈夫なんだよ。あなたが思っているほど周りの人は怖くないよ。あなたが思っているほどあなたは立派に喋る必要はないよ。あなたが思っているほど重要なことを話す必要もないよ。だから安心していなさい。自分の声に意識を向けるんじゃなくて、あなたと話す相手の笑顔を思い浮かべてごらん。だからあなたも笑顔で話せばいいんだよ。自分を小鳥だと思ってごらん。あなたは歌うように話せばいいんだよ。大丈夫。あなたはちゃんと答えられるよ。それでいい。上手だね。ちゃんとできてる。大人の自分はあなたが大好きだよ。いつもあなたを応援しているよ。